尾崎市政明治41年、尾崎市政11月29日から1966年7月31日は、日本の陶磁器研究家、外交官、男爵。中国の陶磁器の権威として知られた、元文化財専門審議会専門委員。東京生まれ、慶應義塾幼稚者を経て、1903年、東京高等商業学校卒業。 1905年度選考部卒業。1906年外交官及び領事館試験に合格し、外務省に入省。在上海日本国総領事館総領事事務代理、在アメリカ合衆国日本国大使館3当初期間、外務省3次官、在ベルギー公使館2当初期間等を経て、1918年、退官当時期研究を行い。 中国の陶磁器の権威として知られた。元文化財保護委員会文化財、専門審議会専門委員。重要文化財級、日向や熱海別邸地下室の敷地など一帯はもともと、尾崎一市政の土地で、昭和に入り別荘開発が進められ、銀行村と称された。父は、元法制局長官の尾崎三郎男爵。妻高子は、 元司法大臣、千下高富男爵の四女。長男の春森は、貴族院議員、では重吉男爵の娘婿。長女は、千下勝丸の妻。四女の卵は、木金研究家、浅吹英一の妻。姉は、元司法大臣、尾崎幸男の妻。妹俊子は、元大倉次官、小野義和の妻。妹長子は、高等商業の同期で、 王国銀行発起人、斎藤福之助の妻。妹元子は、東京帝国大学教授物部長歩行学博士の妻。ありがとうございます。